シーニゲプラッテは、スイス、ベルン州、ベルナーをオーバーラント地方の山である。麓の村、ビルダースビルから、シーニゲプラッテ鉄道で、山頂付近のシーニゲプラッテ駅まで上がることができる。シーニゲプラッテ駅からの眺望、シーニゲプラッテは、アイガー、メンヒ、ユングフラウのユングフラウ山山をはじめ、ベルナーアルプスの眺望が広がり、 ユングフラウ地方有数のビューポイントの一つとなっている。シーニゲプラッテ鉄道は1893年に開通した歴史を誇る登山電車。標高差約1380メートルを50分で結んでいる。2016年からスイストラベルパスを持っていれば追加料金なしで乗車できる区間となり旅行者の便利が高まった。年に数回の特別運行日には 120年以上の伝統を受け継ぐ蒸気機関車の特別運行が実施されている。シーニゲプラッテ駅付近には約600種類の鉱山植物が栽培されているシーニゲプラッテ高山植物園があり、園内の遊歩道を歩きながら時期に応じた様々な花を鑑賞することができる。シーニゲプラッテ駅に隣接した位置にあるシーニゲプラッテ山岳ホテルは 鉄道が不設される前に建てられた伝統の山岳ホテルレストランである。2011年に全面改装され、レストランの収容人数も約200席と大幅に拡張された。シーニゲプラッテ鉄道とシーニゲプラッテ山岳ホテルは例年5月下旬から10月中旬までの営業で、当期は休業となる。シーニゲプラッテと途中ファウルホルンを経て、 フィルスト展望台を結ぶ人気のハイキングコースもある。2014年6月にスイスを訪問中の皇太子、ナルヒト親王がシーニゲプラッテを訪れて園内を散策。日本とスイスの国交が樹立して150周年を迎える年に二国間の友好がさらに深まる機会となった。ありがとうございます。